今回は箱根のサウナ付きホテル旅館を9カ所まとめて紹介するぞ。温泉に来たらサウナも入りたい、そんな君におすすめの場所を教えちゃおう。最初にご紹介するのは2023年5月にオープンしたばかりのグランピングトゥサウナ箱根。箱根の大自然の中でサウナとグランピングを同時に楽しめる天国のような施設だ。まずはレストランに潜入。こちらはコミュニティスペースとなっていて、食事の持ち込みが可能。もちろんメニューの提供もある。シェフが腕を振るった絶品箱根グルメを堪能できるぞ。続いて宿泊施設をご紹介。まずはグランピングドーム。高さ6メートルもあるテントの中は広々としたリッチな空間が広がっている。冷蔵庫もあり、電化製品も使えるから安心。川のせせらぎと満天の星空が疲れた心を癒してくれる。続いて室内でキャンプを楽しめるキャンプルーム。キャンプ用品が揃っているから、初心者や小さなお子様連れの方でも気軽にキャンプ気分を味わえる。テントが室内にあるので雨が降っても安心。虫が苦手な人にもおすすめだぞ。こちらのお部屋はスタンダードルーム。リーズナブルに素泊まりしたい時にぴったりだ。そしてお待ちかね、大自然の中に佇むサウナ。おお、いい感じの暑さ。セルフロウリュが可能で、近くにある川のせせらぎが聞こえる。室内に漂う木の香りも心地いい。シャワーブースがあるからさっぱり気持ちよく汗を流せるぞ。続いて紹介するのが2023年7月にグランドオープンした箱根ホテル小涌園。モダンな作りの客室はスタイリッシュでテンションが上がる。新しいホテルに泊まりたい方はぜひ来てみてほしい。ホテルの最上階にあるのが明星の湯と浅間の湯。男女入れ替え制となっていて、箱根の山々を見渡せる絶景露天風呂になっている。どちらの大浴場でもヒノキの香り豊かなドライサウナを楽しめるぞ。そしてこのホテル、なんと隣接している箱根小涌園ユネッサンに入り放題。子供連れでも楽しめるので家族で泊まるのにぴったり。水着をレンタルすることもでき、水着を着用したままカップルや家族みんなでサウナを堪能できるのが特徴だ。続いては御殿場プレミアムアウトレットの敷地内にあるホテルクラット。思う存分買い物を楽しみたいときに便利なホテルだ。半数以上の部屋の窓から富士山を望むことができる。部屋を広々使えるローベッド、アメニティも充実している。そして向かったのはホテル自慢のこの花の湯。富士山を一望できる自家源泉の露天風呂と、こちらは炭酸風呂。シュワシュワ弾ける泡が心地よく最高にリラックスできる。ではいざサウナへ。室内にはテレビもあり、窓からは富士山も見える。夜なら夜景が楽しめるそうだ。1日数回熱波師が大きなうちわで仰いでくれる。サウナーにはぜひ体感してほしい。対流式ストーブと格納式ボナストーブの本格サウナで気持ちよく汗を流せるぞ。サウナと水風呂の後には座湯か露天風呂脇のベンチがおすすめスポット。富士山を拝みながらの整いタイムは格別だ。そしてサウナの後のお楽しみは漫画雑誌読み放題の休憩どころ。コロネスペースもあり、日帰りでも利用可能。ゆったりと満ち足りた時を過ごせるぞ。忙しい毎日の中で溜まった疲れをマッサージでリフレッシュするのもおすすめだ。休憩室横のこの花カフェではサウナーに人気のオロポもあるぞ。続いてご紹介するのは創業145年を誇る高級老舗富士屋ホテル。歴史的建築物としても価値があり、多くの建物が登録有形文化財となっている。宿泊客も各国の VIP が名を連ね、こちらはジョン・レノンが使用した部屋。喜劇王チャップリンの名も。全客室で温泉を楽しめるのも特徴だ。大浴場にはサウナがある。こじんまりとして自分と向き合える。タオルも敷いてあり快適だ。箱根湯本駅近くの湯本富士屋ホテルでもサウナを楽しめる。温泉は箱根四湯に数えられた名湯宮ノ下温泉。大きな窓から見下ろすことができる箱根の雄大な自然は圧巻だ。サウナ室はシンプルなドライサウナ。木のぬくもりを感じながら静かに時の流れを感じられる贅沢。長い歴史に思いを馳せ瞑想するとロマンあふれるサウナタイムに。爽やかな自然の風を浴びながらまったりできるリッチ感がたまらない。続いては強羅駅から徒歩5分の場所にある箱根湯とは。自由に使えるパブリックスペースがとにかく充実しているのだが、まずは大浴場からご紹介。男湯は渋くてかっこいい木目調だ。サウナは5名ほどが入れるコンパクトなもので、温度もいい感じに上がっている。
気持ちよく汗をかいた後はパブリックスペースへゴー。本は約700冊あり、好きなものを読み放題、そしてなんとドリンクも飲み放題。おしゃれなデトックスウォーターもあるぞ。夜にはびっくりアルコールも登場。リーズナブルに自由気ままな時を過ごせるのが箱根湯とはの醍醐味だ。続いてはカジュアルなリゾート感が人気の箱根レイクホテル。オープンテラスに広がる爽やかな芝生でのびのびと羽を伸ばすことができる。客室でもレストランでも窓の外に広がる緑に心癒される。そして注目、大浴場にある白いドーム。これはなんと眉をモチーフにしたスチームサウナ。今回は特別に中を撮影させてもらったが、スチームを焚くと深い霧に包まれたような神秘的な空間に早変わり。テラスでゆったりくつろぐのもよし。バドミントンやフリスビーの貸し出しもあるぞ。次にご紹介するのが新感覚温泉ホテルインディゴ箱根ゴーラ。広々とした客室の中はこだわりのインテリアがたくさん。客室内に温泉を発見。蛇口をひねると温泉が流れ出る贅沢。しかし楽しみはこれだけではない。サーマルスプリングには巨大スクリーンがあり、美しい箱根の四季や夜空を彩る打ち上げ花火が映し出されている。こちらは男女混浴で水着着用などで写真撮影も可能だ。もちろんサウナも男女一緒に入れるぞ。家族やカップル、みんなで楽しみたい時におすすめだ。最後にご紹介するのが天聖園。日帰り温泉も楽しめるが、ぜひ宿泊してほしい人気のお宿。人気の理由は様々なタイプの温泉や品揃え豊富なお土産屋さん、豪華な庭園など、一日丸ごと楽しむことができるからだ。広々とした宇宙、ジェットバスが魅力的。そしてサウナはドライサウナとミストサウナの両方が楽しめる。ほてった体に癒しの風だ。最高のサ活になること間違いなし。四季折々の美しさを感じられる天空露天風呂も絶景の涼みスポットだ。夕食はみんな大好きビュッフェ式だ。シェフが出来たての料理を振る舞うライブキッチンは絶対に外せない。今回はサウナがある旅館やホテルを紹介したが、他の動画では箱根の露天風呂付き客室があるお宿のまとめや、コスパ抜群のおすすめの旅館ホテルなどをこのチャンネルで紹介していくので、チャンネル登録をして待っててくれ。それでは次回の箱根旅もお楽しみに。